ゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュネコです。今回もフリーゲームマッチングアプリで出会い級してみたやってきたと思います。パート13ってことで、前回のね、デートする相手を選ぶときに M さん選んだんですけど、まあ一応お話の続きになります。臭いセフィカの噛んだよ臭いセリフかもしれないけど、やっぱり女の子は笑顔が一番よく似合うと思った。噛んだよ、めっちゃ噛んだよというか、あなたたち同い年なんだから敬語使わなくても大丈夫だよ大丈夫だよとか大丈夫だよとか言って、うん、わかった。じゃあ映画が始まるまで時間あるし、近くのカフェで時間潰そうか行きの電車の中で調べたんだけど、この辺に雰囲気のいいカフェがあるんだって。いいね、行きたい。いやー、いい感じだよ、いい感じだよえ、私本人は身内っていうの、外で M さんって言われるのちょっと恥ずかしいし、よかったら本名で呼んでほしいな。待って、本名は教えてもらったよ。わかった。じゃあ、行こっか。みゆきさん。いやー、いい感じじゃないかな。いい感じじゃないかな。初デート、成功？はてな。おお、それから、みゆきさんとカフェでたくさん話をした。好きな漫画の話、中学生の時やっていたゲームの話、コンチ一番推してるアニメの話、最近はバーチャル YouTuber にもハマっているという話。アプリで話していた時から感じていたが、彼女とはとても趣味があった。ずっと昔から友達だったような気さえする。いい感じじゃないかな。お、映画ですね、映画。カフェの後に見に行ったアイドルマイスターズの映画は、本当にアニメ史に残るような感動の名作で、終演後は、二人とも号泣していた。泣くよね。なんか感動する映画って泣くよね。ねえ。お、その後、みゆきさんとはオタク仲間として、ツイッターで絡んだり、通話アプリで会話しながら、一緒にオンラインゲームをするようになった。彼女は優しくて、おおらかで、細かい気配りもできる素敵な女性だった。おまけに、ツイッターに時々あげる手料理の写真は、プロ級の出来前だ。きっと将来はいい奥さんになるんだろうな、なんて思っていたら、3年後、23歳という若さで、あっさりと結婚してしまった。晩婚化が進む現代ではかなり早い方だろう。お相手は同じ会社で働く3歳年上の先輩らしい。話を聞く限り、とても真面目で、誠実そうな男性だ。友人が幸せそうで何よりだと心の底からそう思った。それに対して俺は今もなお彼女いない歴イコール年齢の記録を更新する。デートはしたんだけどかなんか、お、営業中。ここは、居酒屋ではないの？居酒屋かな？神田屋も、居酒屋も言えないの？自分。今日は、花の金曜日ってこともあって、飲み屋街は、一層混み合っていた。俺は、サラリーマンたちの波をかき分け、なんとか、焼き鳥酒屋、鳥富豪の前にたどり着いた。やばい！残業が長引いて、約束の時間より30分も遅れてしまった。あー、遅刻は嫌だ。みんな怒ってなきゃいいけど。
さあ、おお、何？扉開けましたよ。おお、居酒屋ですね。いらっしゃいませ。え？いらっしゃいませ。まあまあか、いらっしゃいませ。お客様、1名ですか？いや、連れがもう中にいると思うんですが。おお、ああ、誰？何？はてなはてな、誰？入り口近くの襖が勢いよく開き、中から、おかっぱ頭の男が顔をのぞかせた。噛んだよ、のぞかせた。誰？知らない人出てきたよ。遅いっすよ、スネコさん。あっち無限大で誰？ほら、こっちこっち。誰だ？彼は強引に俺のスーツの袖を引っ張ってきて、個室で、個室で引きずり込む。めっちゃ噛む。そこには、おなじみのメンバーがすでに揃っていた。誰だろうね、おなじみのメンバーって。てか、さっきの人誰だろうな。え？ああ、あ、そうだね。ああ、わかったよ。1年前、オンラインゲームを通じて、知り合った同士たちだ。飲み会やってるんだね。飲み会でいいんかな？なんか何会だろう。晩ご飯食べようか。いや、そんなことないね。残業お疲れ様。西猫くんはウーロン茶でいいんだっけ？はい、ありがとうございます。読めんぞ。こんな時間まで残業とは。社畜オツでいいかな。社畜オツ。え、残業ってどういうことっすか？まさか。いや。そんなことはないと思うよ。そんなことない。クーディーナ、ニーナマジパネ、本当に？バカめ。我らひもて、まだひもて40とか言ってるよ。ダメやったよ。でもそれでそれで、ね。でもそれはそれでもね、なんかいいと思うんだよね。一応、なんすかひもて40。そうだよ。そうだよ。いるもやだよ。まあ、二人とも落ち着けって。メガネをクイッと持ち上げながら、謎のドヤ顔をするゲンさんに、ひときわでかい声で騒ぐアッキーくん、それを眺める最年長のカズさん、あれか、あ、ゲンって、あ、ゲンさんって言うんだね。漢字文字の、あれね。いつも通りの、俺たちのオフ会の光景だった。あ、オフ会だったんだ。なんか、飲み会とか言ったけどね。オフ会でしたね。さあ、何よあれだ？お、大学を卒業し、社会人として働き始めた頃、俺は、みゆきさんの勧めで、ダークギャラクシーオンライン、通称 DGO というネットゲームを始めた。そのうち、カズ、マボ、え、誰？ゲンさんか？ゲンさん、アッキーというプレイヤーと仲良くなり、4人でパーティーを組んで戦うようになった。そして、ある時、アッキーくんが、このメンバーでオフ会やらないかっていう誘いを持ちかけてきたのだ。以前の俺だったら、この誘いを断っていただろう。ネットの知らない人と実際に会うなんて怖いからだ。っていうことですね。ちょっと、時間がちょうどいい感じになっちゃったので、ちょっと今回のパートはここで、一回ちょっと切らしていただこうかなと思います。はい。もしかしたらね、まあ、まだもうちょっと話するかなと思うんですけど、一体エピローグどんな感じなのかな？次回多分、最終回かなーって予想はしますけど、まあどうなんでしょうかってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。
アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。